こんにちは、ブライダルナビの由美代表です。ということで今回は始まりましたバチェロレッテジャパンシーズン2、おめでとうございます。今日はですね、ブライダルナビ梅田店の西岡と一緒に動画を撮っております。ブライダルナビ梅田店西岡です、よろしくお願いいたします。はい、ということで西岡さん、バチェロレッテが始まりまして、才色兼備のバチェロレッテ独身女性がですね、多くの男性候補の中から運命の相手を見続ける、Amazon プライムビデオの婚活リアリティ番組でございますよ。これがですね、2022年7月7日からスタートしておりますけれども、今回のバチェロレッテですね、すごくリアルでいいですっていうのがまず第一印象としてあります。でこのバチェロレッテ尾崎美紀さんなんですけれども、綺麗、もうめちゃめちゃ可愛いです。シーズン1の、萌子さん、萌子さんはやっぱりちょっと自己主張、まあ、あのこの方も多分強いんですけど、萌子さんほどではなさそう。萌子さんはやっぱり私っていう感じだったんですけど、にじみ出てたんですけれども、今回の方はですね、ちょっとリアル感があるかなっていうのが私の、最初の印象だったんですけれども、今回、男性陣を見ていきたいと思います。こちらの17名なんですけれども、今回1から3話目で脱落したこの方々、この辺はまあ落ちるべくして落ちたっていう感じかなと。で私今回すごい思ったのが、選ぶ基準、この尾崎美紀さんが選ぶ基準が、話合わへんとか、あんたちょっと考え方ちゃうねんみたいな人が確実に落とされてるんですよ。でその辺がすごいね、分かりやすいなって思いました。で私も結構そういうところあるので、なんかそこが似てて面白いなって思ったので、だから今回ね、私ね、最後残る人当てれるんじゃないかなって思ってます。前回は外しまくりましたので、私最後まで外しまして、最後誰も選ばれないという奇跡が起こったんで、ちょっと今回はでも多分誰か選ぶと思います。当たり前なんですけど、誰か選ぶのが当たり前なんであれなんですけど、今回は結構リアルに誰かちゃんと選んで、結婚していただいたらね、一番いいんじゃないかなと思っております。まず西岡さんはこのバチェロレッテジャパン見てません？はい、見てないので。見てません。はい、今回はですね、見てない方にも楽しめるように私の方で紹介できたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで詳しく説明しながら予想していこうと思うのですが、私の予想はこちらでございます。こんな感じでございまして、まずですね、この、下の5名の方々、この方々は、次の次ぐらいまでにはもう落ちるかなという感じで、で最後この4名の方で戦う感じになるんじゃないかなと思います。なるほど。でまだ先進まへんと、この辺のね最終部分は何とも言えないんですけど、で今回ね、あの謎に残ってるメンバー、恐怖メンバーと私呼んでるんですけれども、いらっしゃいます、こちらの方、阿部大輔さん40歳、最年長なんですけれども、最年長らしくない戦い方をしてきます、どういうことですか？どういうことかと言いますとですね、まず1話目で最初のファーストミートですよ、真っ白な靴を持ってくるんですよね、プレゼントにって言って。で白い靴なんですけど、そこにこの方自分デザイナーやから、右足に海の絵を描きました、描いた絵、靴、で左足にはこの1話目のカクテルパーティーの最中に、カクテルパーティー中にですよ、尾崎さんと会って僕思ったメッセージを書き落としたいと思いますって。喋られへんけど大丈夫、っていう。だからもうこういう自分のしたいことをやるんやなっていう、自分がしたいことやりたいだけやんっていう風に私やったら思いちゃいますけどねっていう。で案の定を一生懸命なんか刺繍したりしてる間に、ゆうきくんっていう方がサプライズローズ、ファーストローズをもらってしまいました。もうそんな待ってられまへんわと、そりゃそうでしょ、刺繍してる間に終わっちゃうよっていう話ですよ。ちょっとよく分かんなかったですね。もう40歳なのにそんなことしちゃうんですねっていう。でも1話目でこの方残ってるんですよ、ね、さっき入ってませんね、その入ってました入ってました、そうだからすごいなと思って、ただこの方ね、結構執念深い人なんかなって思ったのが怖いです。この方を説明していきますと、2話目で阿部大輔さんも参加しているグループデート中に、1人長谷川さんという方がサプライズローズを渡されるんですよ、グループデート中にみんなの前で。ほんだらその時のインタビューで、普通やったら悔しいですとか、俺やったらよかったのにみたいなじゃないですか。ちゃうねん、
この方は、うん、ミキさんがサプライズローズを渡した瞬間、うん、あの光景は忘れないです。怖ない？なんかどんよりしてますよ。めっちゃ怖いんですよ。でこれ実はね、皆さん見た方気づいてたかもわかんないんですけど、3話目でも同じようなことがあるんですけど、この佐藤マクファー、ゆうきくんがですね、朝の4時に尾崎美希さんに気球デートに突然誘われるんですよ。でみんな知らなくて、でみんな寝静まってるところに出かけるから、朝みんな起きたら、ゆうきくんおらへん、気球デート、みたいな感じになってる中、終わって、まあ、朝方帰ってくるんですよね、ゆうきくんが。でみんないっぱーっているんですよ。まあまあ、ちょっとみんなよりね、そのゆうきくんはちょっと優越感に浸った感じで、もうちょっとシャワー浴びてくるぜみたいな感じで言って一人だけ出ていくんですよ。ほんならこの方憎たらしかったですよね、あの勝ち誇った顔。あの顔は忘れないですよねって言って、だから怖ない。そんな腹立つことは早忘れ忘れ忘れ。だから大輔さんともし結婚したとして、ちょっとでもお茶碗洗い、洗い残したらこのことは忘れないからね。もう忘れて忘れてっていう、もう早く忘れてっていうのがこの方ですね。でこの最後に残る4名なんですけれども、私的には田村さんと佐藤マクファーレン優希さん、この方がまあ最終2人残るかなっていう私の予想なんですけど、ちょっと一人一人見ていきたいと思うんですけど、まずこの田村さん、なんで私がこの方残るかなって思ったかっていうと、2話目のカクテルパーティーの時に美希さんが、私は結婚しても仕事をしたいです、結婚後妻となる女性にどうしてほしいとかありますかって聞いてるのよ、で結構この質問するってガチじゃないです。なんかこんなこと本気で結婚相手として思ってる相手にしか聞かへんやんって、だからやっぱそこが違うとね、結婚生活成り立たないし無理やから、ほんなら田村さん、はい、めちゃめちゃ的外れな回答するんですよこの質問に対してですよ。なんて言ったかっていうと、逆に経営者同士のパートナーってどう思ってる？質問に質問返し来ました。いや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 、ちゃうやんとミキさんが言ってるんは、私結婚しても子供産んでも働きたいけど、あんたちゃんと家事とか育児とか手伝ってくれんのって話、それを確認してるんですよ。なのに質問、逆質問してきて、経営者同士のパートナーって一緒に解決できるとかアドバイスし合える関係ってめちゃくちゃいいなって思っててって言うんですよ。いやそんな話してないねんっていう、ほんならもうミキさん、もうちゃうちゃうってなったんだと思うんですけど、次本質ついた質問します。この人遠回しに言ってもあかんわって多分思わはったと思うんですけど、ならミキさんが畳みかけるように、いやもう疲れて今日ご飯作れないなってなっても絶対ご飯作ってほしいとかあるって聞くんですよ。ほんなら、まあ、全然そんなことないですって言わはって、で僕はまあ今でも家政婦さんおるしそのままでも大丈夫って言って、ほんならミキさんもグーンってポイント多分上がってたと思いますね、あーって言ってたから、やっと多分求めてた答えが返ってきたんでしょうね。ほんでですよ、3話目のカクテルパーティーの時、ミキさんこの人にまた同じ質問するね、どういう人がパートナーになってほしいですかって聞いてます、また聞く。だから田村さんのこと好きなんちゃうって思いません？だから結構いい感じなんですよ。で田村さんっていうのはこの港区六本木の人でしょ、でこの尾崎美希さんも多分六本木の人でしょ、だからなんか属性が一緒なんかなっていう、まあ話多分合うんかなみたいな、だから多分そんなしょうもない話せんと、どういう人とあなた結婚したいんですかっていう、そこの答え合わせをしてるっていう会話になってるんかなっていうのが思いました。田村さんの言動を引用すると、本当に尊敬できるのか、どんな仕事でもいい、尊敬できるからこそやっぱお互いを尊重し合えるかなと思ってる、何愛はって話ですよね。そうなんですよ。でもこの田村さんの回答がね、なんか私は微妙でしたね。なんか尊敬できるとか、なんかちゃうくないみたいな、なんか尊敬、もっと愛について喋ってほしいんですよ。尊敬とかなんか仕事やん、じゃあ私から仕事を取ったらあなたは私を見捨てるんですかって思わへん。あんまり仕事のことを褒められても嬉しくないかも、まあ嬉しいけど、なんかそこは別に仕事関係の人に褒めてもらいたいわ。だから結婚するとか恋人になる人には彼にしか見れない、知れない私の部分を知って、なんかそこを見てほしくないですって思っちゃうんですよね。ちょっと大事なことを
田村さん、うん、なんか仕事仕事しすぎてるかなって思いましたね、うん、でも多分ミキさんはちょっと好きやからこの結婚の考え方に対しての答え合わせを一緒にしたいんやけどなんか回答が合わへんなっていう感じに見えました。この3話見る限りではやっぱ今回のね男性メンバーロマンチストの人が多いですから、うん、そっち行ってまうかなっていう、分からへんけどだからこんな仕事どうのこうのとか言われても仕事から離れたいんですよねこのバチェロレッテ中は、うん、だから田村さんがもうちょっとロマンチストな部分を出せば最後まで残るかなって思ったのでありかなと思って上の方に置いてますっていう感じです、うんうん、田村さんこんなに見た目はこう仕上がってるのにいい感じで大人の男性じゃないですか、うんはい、でもなんかこのロマンチックじゃないっていうところがロマンチックじゃないんですよねちょっとそこ女性ね、うん、大事じゃそこ大事じゃないですかでロマンチストいきますあいるんですねちゃんと今回私予想しちゃいます最後に残るのはこの方佐藤マクファーレン優希さんです、はいはい、もう絶対この人しかいないです私もこの中やったら佐藤さんですねでこの佐藤マクファーレン優希さんの戦い方、うんうん、一部参加者から反感買ってますあらちょっとゴリゴリすぎなんじゃないかとやりすぎとか、まあ、最後ねローズセレモニーを待たずしてデート中にもらえるサプライズローズっていうのがあるんですけど、うんうん、ローズもらってんのになんかカクテルパーティー中もミキさんと話そうとするとかなんかグイグイすごいっていうのでなんかちょっと嫌みたいな感じで言われてたんですけど私はあの戦い方は全然ありやと思いますね逆にいいと思うだってあの私みたいなのはあの明日死んでも後悔しないっていう生き方してるからもうこういう行動は当たり前のことで、まあ、何があるか分かんないんですよ、まあ、ローズもらってるからといっても他の男がまだいる段階では不安なわけですよねだから私は佐藤マクファーレン優希さんのこの行動はもし私がバチェロレッテやったら嬉しいと思うかなって思いましたグイグイくんのはあり溢れる気持ちがね止まらないということなのでグイグイでいいと思いました私はただねこの方ね最初1話目の時に、うん、僕今2人暮らしで可愛い娘がいるんですよって言うんですよでえってなるやんほんなら写真見せてあげるってって見せたら、うん、犬やってんですよねえ、わかる、はい、え、なんでえ、私わからへんかってけどあもうなんかそういうややこしい嘘いらんえ、嘘じゃないです、事実ですよいや、なんでさこのバチェロレッテの番組で、うん、娘とかっていうワードってすごいセンシティブじゃないですか、うん、確かにそうですけどなんかまあ合コンとかやったらええで、うん、合コンやったら犬やんとかできるけど、うんはい、このガチの戦いの中で娘がいるんですって言われたらえってなるじゃないですか、まあ、確かになりますけどちょっともうそういう冗談私はあれはグンって下がりましたけどねそうなんですね、はい、普通は多分え違うじゃんでグインって上がるんでしょうけど私はもうそういう嘘が嫌いなんでガーンってあれは落ちましたね嘘ではない嘘です嘘ではないじゃあ分かりにくいですじゃあそういう分かりにくい話しないでほしいですって思いましたなるほどね あれはなかったなあれはちょっと本当私は限定ですねパス君代表はパスパスでもそれ以上のロマンチストさを出してくれるからありになるんですけど、うんうん、あれはちょっと減点やったなって思いました、うん、そう作戦ですよそうなんや、私はあれハマってないですダメですあ、意味代表にハマらなかったけどあ、尾崎さんにはハマったんですかね初めましてでそれですよね初めましてでそれそんなみんな自分をよく見せようとばっかり思ってる中でですよ自分を悪く見せるなんて印象残るじゃないですかほんまに娘おんねやったら、はい、まあさっき言っといてくれてよかったなってなるけどいやいや犬かーいっていうその冗談めんどくさっていう佐藤さん関西人ですか違うでしょ絶対違います関西人やったとしたら滑ってますそうなのか滑ってました由美代表には通用しないんで通用しなかったですけどご注意くださいっていうことっていう話でございました、はい、ということで今回最後まで残るのは佐藤マクファーレン優希さんという私の予想とさせていただければと思います、うん、私の予想は当たるのか外れるのかぜひ次回の動画もお楽しみにしていてください次回 Amazon プライムでの放送は7月14日の木曜日でございますまた次回もですね感想を動画撮りたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょう